フルシエルめっちゃ面白そう。ほんまに使いたいとさ、ただ立ち回りがかなりめんどくさい。コンボは高い。なんか重いですね。重い。立ち回りでも普通に強いと思うんですけど。強いんやけど、なんだろう、立ち回りの構成みたいな感じで。ピーちゃん、この場にあるとみんなクエスチョンマークつけますよ。あんまりなんか、俺知ってるね、フルオーラが見合わせた方が。いやー、そうそう、使ってみて分かったって感じ。なんか、これどうしようかなと。こいちゃん、人も見たって、こいつに。なんやねん。いやー、なんやろ。あー、まあいいや。がいっぱいあって楽しいんだけどね。5番からのブローバックシーコンボが気持ちよく決まって、ガーラスに維持できれば強いと思いますよ。まあ、やっぱタッチのめくりが、タッチじゃジャンプキーか。追加されてからだいぶ変わった気がします。あとブローバックシーコンボ。コンボの存在が本当に強いですね。あまりにも強い。対空タッチっていうのがね、大好き。あー、やったー、シャドウが出ない。終わりですか。あの高速入力が俺めっちゃ苦手やから。あ、できたら見えないですね。あ、いやー、ボレた。3人ボレたが大丈夫。決めとく。決めとく。カウンター5個きっちり決めてったが、ジャンプに一緒になったんだね。おいしい。これは決まればでかいビームだ。5番から4000円簡単に叩き出すあたりはやっぱり注目したいね。今度も伸びしろがありますし、ほんまにダメだよ。ほんまにいけらたちからテイク、これが結構めんどくさい。あ、うめえ。止まらないから、深め8時集団からでっかいのが重たい。重たい。あ、では選択。ほらほら、諦めここでシャドウ使っていく。下段の2段当たっちゃう。ようやくここで気持ちいいのが入って、さすがタクろうとしたところに2に入って、残り少し昇格して、ここでは落とされない。死なないでね。やってくれますね。よいしょ。私威嚇で引き崩せ。さすがに勝利受けかしたね。でけえ。あー、うわ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 、やりますね。まだ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 汚くなってきた。地味に地味にダメージ取ってシェル消しない。これは危ない。残っている。あー、やりすぎたか。チェンさん辛抱ずで、これがチェンが降格。じゃあ、どうしようしていきましょう。次、アワラビーちゃん。いろんな相手とやり合ってきたけど、その中でも。じゃあ、行きましょい。チェンが上がって、再びアワラバーサス、ミサポロポトエラヘコとピー。ここまで行った、ピーとか言ってましたけどね。失礼します。じゃあ、無事行きましょうね。このアイスを押さえるね。プレゼントバーサス、フル。ピーカーが全部押さえて回り込んでるやつ、かなりところどころ上手くはかなり仕上がってるんですけど、やっぱり圧を意識してみんなやる気が上がってるんではないでしょうか。そうですね。あ、こんな時もね。あ、ちなみにこの間に先生5月3日圧を前日断念やります。はい、ファブリック参加してください。12時からで、この日は1日断念をやろうかとは思うんですが、遠征の人とかもいらっしゃったら、もう代表戦ではないですけど、なんか東西戦とかそんな感じなんかできればなとは思ってます。そうですね、かなり遠征勢がいらっしゃるという。そうですね。なんでもうみんなやる気みんな出てるのかと思うんですけども、素晴らしい。なんで団を持って帰ってぜひ全国で流行らせてほしいと思ってます。はい、はい、ありがとうございます。で、見てみるとB ちゃんがまず1本選手2本目見ていきましょう。現状はかなり良くなってきたから、画面端に押し込んでいくのはピーちゃん。少し位置を描いたアマラ。この入れっぱがね、アマさんかなりうまい気がする。あったー、見たけども、うまいかうまいか。手に入れてもらって、移動してちょっと当たった。あ、すご
投げれない。少し詰めていく。あまあ切り返したいがゲージもない。ダッシュ思い切った選択。まあ切り替えて中段は見えている。危ない。竹を差し入れ続けてしまって、このダメージ4000奪って、オーソドッジしっかりできてます。差し入れっぷ、差し入れっぷ。暴れたいが一回距離を離してゲージを差し入れが DD から波動を入れ込み、しっかり勝っていく。かっこいい。ちょっとのピーちゃん続きまして、秀樹さん、あー、マルス、おもい、マルス VS ジスタープロトベラヘ、まさかの組み合わせ。これ、ね、MBAC とそんなレベルで、これはレアですね。失礼します。トイレのマルスさん、別れ聞くなよ。ちなみに、まだ買いますけど、あのディファイネ作ったんで、リバウンドもカット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 。さあ中盤のサガビーちゃん、ここは圧倒的オフェンス力を見せていく。日本選手したのはビーちゃん。さあワンピー側がマルさんのでかくて、ここはスクランさんカウンターから綺麗に拾っていく。さあ無理して崩しに行かない有利な状況を作り出していく。さあこのカウンターは痛い。ワンコンボが、ああおなさけやすい。さすがマルさんはおなさけや。さすがなさけが来てる。心が広いわ。一回くらいはな、まあ無駄な試合を次はないぞ。さあここはマーケットピーチャーも見逃していく。まあお前が一回見逃せやったら、お前が一回見逃せやったら、返さない。シーズとしては、まあ、メンバーのスポーツだった。スポーツだった。これゼノスポーツだよな。さあ画面端を維持して解放投資に行くか。長老が待てる。ここはこっちも解放し返していく。なんかお互いにやりたい瞬間が多いこのカウンターである。さあ飛んでしまった。これは痛いんじゃなかろうか。しかしおやめください。あのピンちゃん小手選手ですよ。言うて小手選手でも見逃してしまう。ああいう技もしっかり調べておいてほしいところです。あのまだね、画面に向かって必須意見で回していただくあれが見れればなと。すいません、懐かしいです。さあ最終ラウンド、こちら注目の試合になっていると思います。ここで時々勝っていたった時に有利なのはオフロラックスメーター。さあだがしかしこれでジャンプを通してね、画面端でワンオタマ、ワンオタマ出た。さあ誇りを入れっぱかりに使っていく。ここはよく見ている。解放で切り返す。さあ体力を回復して残りのゲージは回復した。使えたゲージが間に合った。ワンコンボ取ってアリスメがきつい。ハイジャンプをしっかり使っていく。さあここでチャッチポチョクにバンバン美味しい。さあ表ここで中段が通って、やばい、世界のピーちゃんバーサスマルス様、勝者マルス様。じゃあ続けまして、あーなるほどね。暴れ待ち読みディレイ EX も見せる。こちらで見えないよ。せやね、遅らせやね。あの2EX も見せる。ディレイ EX も見せる。やること違うわ。相手の暴れをよ呼んだ上での勝利で潰してる。このドラマを思い出させたくなかったな。ワンピー側がマルさんの出演、ツーピー側が2キャラ目のコウさん、セーフで勝ちた。この部分を選択。さあ、エースの攻めの無駄だったのでしょうか。ここは頑張ってほしいところを引きはしたくありませんが、今カウンターでワンコンボ拾いそこにしまう。やーる。ここはさすがのマルスさん。かっこいい。秀樹さん、カメラファイト。カメラ、戦いで、どこが俺に言わせろ。マルスさん、
さあ言うてる間に流れますよ。うまっ、ここはマルクさん殺害付き、マジで暴れて、こっちの選択、ここはめくり、さあ見えない、制服の進行とここから始まった波を選択して、ワンコも、しかし安い1500、安いのが逆にうざい。秀樹さん、ここで負けたらまたあのディレイの悪夢が、ディレイ X のトラウマが。最終ラウンド、お互いいいところを見せてほしい。さあ、たまらずスパーク、ここはバックステイ。さあ、ただスクランダー、なんとかターンを掴んだ、これはセーフだった。さあ、飛び道具を置いて、めくり中段、多分中段ですかね、あの場合は、はい、さあ、下段を通して、スクランダーを前に置いて、来たね、このチクチクしたダメージのチクチクが、おっと、おい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 、どうしてこれ、怪しいぞ、おい。さあ、攻め維持。ちなみに、秀樹さん、これ3ヶ月ぶりですか？ 3 ヶ月ぶりですか？ 3 ヶ月ぶりで、いきなり1個出しながらって、これセンスは違いますね。もう体に染み付いてるっていう、かっこいい、かっこいい、さすが中年選手はやることが違う、違いますね、輝きが違う。ついに俺も言うてもうた。さあ、ブラッドヒートで体力を展開した選手、ここは立ち直ったし、ちょっと甘えたんじゃないの、これは。さあ、じゃあ入れっばかり、ここはどう出るか。さあ、バックスバックス、おっと、ジャンプが漏れてしまうわ。あ、なんとか、これはなんとか、これは、おい、時間が足りない、勝ったのはマルス、さすがこの盛り上がり。次さあ、このまま6段に上がってしまうのか、 1P 側マルスさんの目が必須、 2P 側ジェイアンサーさんの、ロア、ここはお互いどういった攻めを見せるのか。押しとい、押しといて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 、なかなか目が上がってない。次の行くぜ、見たらわかる、押しといて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 、素晴らしい。さあ、ここでしゃがみを刺していく、 DX 電気で大きな目を選択、ここは投げ、しかししっかり抜けている、バンガーはガードして、ここは地上に落ちてしまった、マッシュルが読めている、ここはスクランに対する差し込みが勝敗を分けるとか。さあ、中段トップしない、エッジを稼ぎながらワンコンボ。さあ、ここはさあ、瞬間の大活躍しっかりできている、投げを選択して倒して、すごいね、3ヶ月ぶりのメルブラになって対策取れてるんですよ、してますね、やはり体に染み付いて、そうですね、そうなんでしょうね。さあ、今のも綺麗な瞬間対策、着地をずらして、コパンを当てていく、天井のマウス、なんか違う、これまで違います。さあ、J1 とカフェバーで出てきたい、ここは勝っていく、しっかり決めていく、暴力倒せる。さあ、片目継続、投げを選択、ダウンしてフィールド稼いで、ここは信頼 B。 さあ、解放で切り返して、このゲージどうやって使っていくか。さあ、強気にジャンビーで攻めていく、ここはカウンターを見てからしっかり着地して、ワンコンボ、俺の番か。ここはバンカーを読んでいたか、バレてたね、たまんねえな。押さえてくれよ、これはいいぞ、これの今からダブルがチール、おい、モラルがないぞ、ダブルブラルセイのモラルが結構足りない方も。さあ、まだサーチになったよ、さあ、ちょっとなんか俺の分サーから始まるってなんかないっすかね、押し出してるよ、押し出してるよ、押し出してるよ、苦しい。さあ、なんて言ってる間に解放を全部出して返して、押し出してる、お別れだ、押し出してる、押し出してる、やるな、この状況、中断を返して、さあ、いいダメージを積み重ねている、押し出して、
ここの読み合いなかなか。おい、すげえな。発生したところにスクラムを差し込んで勝ったな、マルス。それがやってない動きなんでしょうか。続けます。6段上がる昇格戦頑張っていただきたい。これはマルスさん昇格戦です。これに勝つと6段へ昇格。ワンピーがマルスさん、スピーガーがイノさんのアキハ。さあ、スクランカウンター。いいですね、アキハー。ここはやっぱり得意じゃないですか。2回くらい弱くなったと思います。機能力の面で若干踊ってるんで、スクランの扱いが気持ちになるところでしょう。こういうところもやっぱり気をつけないとこういうことになっちゃって、はい、ダメです。アーカンさえ2600奪われるのはやっぱり怖くないでしょうか。意外ですね。さあ、ここでスクラン、ここもスクラン、またしてもスクラン。これは厳しい。なんとか対策を見せていただきたい。ここでまたしてもカウンター。そうね、そうなんやっぱりダッシュでしょ。そうですね、少しバックでも何かを気を持っていかないと。何か難しいかと。ここに体が綺麗に吹くも。さあ、下段しっかりガード。ここはもう一度下段。ここで解放を決めたら最後回復したいが、ここはしっかり A を置いてきた。さあ、ここは表ワンコンキレに取って、この攻めは表だが、そこは爆戦拒否。さあ、この戦い、おお、美しいしゃがみっぱ。さあ、しゃがみっぱで場所を入れ替えて1本取ったのはファイト。イノさんのアキハ、すいません。さあ、スクラッターはスライダー、ワンチャンスの重さで切り替えていく。ここは下段を選択。フルコンボ重い。さすが4000ダメージ。解放で切り返して、ワンチャンスで巻き取れなかった。さあ、バンカーカウンターを読んでジャンプ。いい気にならないで。この立ち回り、マジシャのカウンター、これは痛い。ダメージ自体の積み重ねが2000円のためスクライダー。おっと、これはかっこいい。さあ、カウンターから投げたパワーコンボ、重いですね。さあ、スパック。ここはヒット確認をしとこにしてしまう。さあ、怒涛の攻め、カウンター食らってしまう。さあ、しかし無口の息、これはどう突き返すか。そしてまた注目解放。うわ、すごい。ここは危ない、ギリギリの、ギリギリのコンボ。お互いギリギリ。さあ、カウンターが入ってしまって、冷静に歩いてワンコンボ昇格を伸ばすという形。続きます。よろしいかしら。ラウンド1ファイト。調子に乗りすぎ、今に殺せないでいきます。さあ、こちらはお互いアキハ、伊野さんのアキハとおかじみさんのアキハ。さあ、どちらがどっちでしょうか。これはこちらの方が甘いわね。伊野さんのアキハが 2B 側。さあ、今コンボ決めてきます2B 側ということは、オレンジ側がおかじみさん。おかきなさい。しかし、プレゼントとフルで立ち上げるパーチで、ここはカウンター。画面端を運んで、空中内を少し切ってしまったか。映像を貯めて、次に切りしたいところだが。さあ、怒涛の攻めを見せろ、おかずにアキハ。さあ、確定の余裕にした。さあ、昇竜ミリキャンか。身の程を知りなさい。さあ、ここに使われるミリキャンで、これは折り紙を通して。さあ、プロ上がってしまった。遅めに下段を重ねて、そうそう。ラウンド2そうそう、ユーチューバーをね。さあ、1本取ったのはイノさん。さあ、お互いど
どちらが変わるか。さあ、ミオ様、サーネを差し込んで100倍にしてお返しします。カウンターの手が拾い切れず、いきます。調子に乗りすぎる。ここは取りから攻めを継続していく。まだです。どう、そこお抜きだした。どう、ここでスタイルの違いが出てくる。いきます。どう、そこ100倍にしておかれしまう。これはいいラッキータリー。100倍としておかれしまう。ここはカウンター。黒に乗っていく。調子に乗りすぎ。1本取り返した。おかじいさん最終ラウンド、ラウンド3ファイト。ここです。おどきなさい。遠距離の攻防。ここは何を見つけたけど、いい気にならない、いい気にならない。鳥が当たったら拾い切る。このカウンターは打ち切れ。さあ投げたら表立ち、表立ちに取って、この当たりコンボしたい。さあダブルアップ。ここで5000個ゲージを追加して、さらがこれはバッチリ効きます。100倍に到達します。シールド、真ん中のシールド。ここはダメージを取り切れないが、この体力もみ合いがそこまで。なるほど、今度はモミジの移動から EX投げ。いけない、いけない。勝ったのはおかじいさん。